はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。推理魔法様、ナミ様、ピオ様、安倍様、コン様、赤木春奈様、須藤様、双子座のピコ様、ももちゃん様、お手紙も、子猫のしっぽ1号2号様、お手紙も、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただいている方もいらしてですね、本当に恐縮であります。誠にありがとうございました。NHK スクランブルでもイン渋谷、つつがなく、事故なく、事件なく、無事終了いたしました。今回からピンクにしました。約170名、これ警察発表なんですけれども、の参加者の皆様、誠にありがとうございました。驚きの遠方からのご参加の方もいらして、誠にありがたいことで、そっから来たんですかみたいな。今回から渋谷の街に合うようにですね、華やかなピンクにしてみました。なんかコラボバスっぽいな、なんてもちょっと思っちゃったんですけれども、NHK の西側、南側を半周するコースで燃えてしまいました。報道しない言い訳にですね、デモ開催を知らなかったなんて NHK がほざかないようにですね、本部前で叫びました。叫んでくれた皆様、ありがとうございました。それでも頑なに知らん顔する NHK と民放全部、強情なんだか、どうしていいのか分かんないのか、ダチョウの砂潜りなんだか、これダチョウがですね、頭だけ砂に突っ込んで隠れたような気になって、いるという、まあ本当のダチョウはこんなことしないんですけれども、まあこれダチョウの砂潜り言いますね。頭隠して尻隠さずの状態なんだけど、本人は全部隠れている気になっているという状態。腐ってんですよね、我が国のテレビ業界はね。我々の想像の69倍は腐っております。NHK 本部前で叫んでる時ね、こんなの窓から撮ればニュースにできんじゃねえ、それでもやんねえのかな、ちょっと思いましたもんね、私もね。呆れちゃいますよ。コラボ関係、ゆうべの情報更新、若草プロジェクトの仕事が美味しい、風俗よりも稼げそう、アウトリーチ支援、秋葉での声掛け、秋葉で声掛け活動、そういえばコラボは新宿と渋谷が縄張りで、そうすると若草は秋葉が根城なんでしょうか。なんか縄張り決まっててヤクザみたいですね。参加賞1万円、声掛け支援に参加しただけで1万円もらえる、2、3時間、個別面談に持ち込めた5000円、メールに返事出した1500円、会に出ると5000円、声をかける相手はメイド喫茶の呼び込みでも大丈夫だよ、やったね。でもメイド喫茶の呼び込みだと面談とかメールに持ち込めないから、お手当安いよ。1回 2,3 時間でだいたい 2,3 万円もらえるよ。時給1万円だから風俗並みだね。これひまそらさんの皮肉なんですけれども、ネットの反応です。働きたいわいい仕事だな、メイド姿の貧困女性。いやこれ普通に働くの嫌になるわ、雇ってくれないかな、毎日働くぞ。いい飯の種見つけたね、いや作ったのかな。割と本気でやりたいこの仕事。面談で5000円って弁護士並みじゃ、弁護士並みですね。弁護士だいたい1時間法律相談5000円ってとこ、まあ弁護士会で決まってるみたいなんですけれども、これが一向に報道されないのが不気味と。前川喜平元文科省トップがですね、買い張る行為をとっさに貧困調査でってごまかしたことありましたよね。これ知ってたのかなーって、類似性がありますね。皆さんと私が苦労して納めた税金でズルして美味しい思いしてるやつ許せません。直球ですけれども、こういうの徹底的に見直せば減税しながら防衛費2倍は無理なく可能では。いっぺん民間にですね、委託する事業のうちですね、やった証拠が確実な、工事とか納品、例えばボールペン100本納品したの、こんなのはごまかしようがねえもんね。以外を
全部見直したらどうなんだ、そうしてから増税って言ってくんないか、っていうか 48.1% の実質税負担率はすでに高すぎるから減税しろ、防衛費以外はじゃんじゃん削れって私思うんですけども、検討総理鼻腔内ポリープ除去の全身麻酔手術から無事帰還しちゃったよ。13日から公務に復帰する予定だそうであります、これで頭脳明晰になって検討や注視が減るかといえばそうでもないんだろうな期待できないな、原発新設、既存原発の60年以上の使用を認める方針を2月10日閣議決定ということは、あの原発は60年までねって今までそういうあの規定がなんかがあったんでしょうか。ネットの話、いいぞどんどんやれ、二酸化炭素嫌いのグレタもにっこり、火力は当てにならん、ロシアのせいだぞ、60年は危ないんじゃ、東京湾に作れ、送電ロス少ないぞ、電気代で死にそう、早くしてくれ、パブコメには反対意見が多く寄せられたが大きな修正はなかった、ゲラゲラ、パヨまた負けたみたいですね、我が家にもあの最高額、過去最高額の電気代の請求来てましたからな、半原発のパヨどもも苦しいはずなんですけどね、苦しいのはですね、デモや集会に来る現場作業員で指図するやつは平気なのかな、電気代ぐらい、3割どころか倍ぐらいになったらあのさすがのバカどもも目覚めるんだろうか、覚めませんこれは私確信してるんですけど、デモや集会にあの半原発の、来てるような人は目が覚めないと思います、なんかのあの信者だからね、宮城県女川原発再稼働、賛成 53.2%、反対 46.7%。 じゃあさ、聞くけどさ、どこが調査したんだか分かんないですけど、これどちらでもないとか分からない 0% だったの、そんなはずねえな、これね、どちらでもない分からないが 20-30% ないとおかしいよ、日本の調査では。おかしいな、まあ初めて賛成が優位に立ったって言うんですけれども、ネットの反応です。電気代がね、世の中銭だよ、反対してもいいけど電気代高くなるだけ、原発動かしたら電気代安くなるって絶対言わないマスゴミ、あそこなら大丈夫って、被災者が女川電発、女川原発っすか、女川原発、女川原発に避難したことは報道しない、これだけ電気代上がってて反対してる方がどうかしてる、原発反対してたら電気代で殴られて草現在10基ほどが再稼働をしております、再稼働のハードルが下がった&ファッション半原発層、大した強固な信念とかないんだけど、なんとなく反対とか言ってた人らが高い電気代に殴られて目覚めたってことでしょうかね、ハード半原発は電気代払えず止められて投資するまで目覚めないとは思いますけれども、じゃあ結局覚めねえじゃねえか、バカは死ななきゃならないってこれかな、今すぐ全部稼働させろっていう、威勢のいい意見もありましたけれども、半数存在するですね IQ100 以下の意見も聞かないといけないのが民主主義なんで、決定が遅いのは仕方ないですな、それでもですね、あの即断即決の権力者が暴走する独裁余暇、まあなんぼがマシなんですけど、立花明さん、バカとムチ、会議に愚者が混じると、それに引っ張られて賢者も合理的判断ができなくなる、そうせざるを得ない民主主義は最善の答えを毎回出すことができない、やれやれ、ちょっとわかりにくいんですけども、まあ愚か者も、まあ、バカも会議に混ぜないといけないんですよ民主主義はっていう話で、毎回ね、バカが混じるせいで毎回毎回最善の答えを出すことができないんだ、賢者も愚か者に引っ張られてしまうんだ、ということなんでしょうけど、だがしかし俺が正しい、俺に従え、バカほど自己評価が高いダニング・クルーガーが声のデカさで勝負する共産主義よりなんぼがマシですね、
自己評価の高いバカの長長、C 和夫、代表選やらないことを批判した共産党職員一筋49年を除名したことを朝日毎日にすら批判されて発狂しておりました。反響は戦争前夜の声、日本を再び戦争前夜にしてはなりません。何言ってんだろう。ネットの反応です。中国に言うバカ、戦争はもう始まってます。中国共産党が戦争を起こそうとしとるんやが、平和を脅かすのは中国共産党。説得力皆無で草、反共は世界平和への近道と。反共は戦争前夜の声だから我々を叩くなって言いたいんかな。批判されて当然のことして批判すんな、これが共産党の正体ですね。批判を許さない権力者イコール独裁者って言うんですけれども、まるでね、独裁23年目突入の C 和夫そのものですね。こんなことはドヤ顔で書き込んじゃって、もうやめろツイッター C 和夫は、評判落とすから、ますますバカって思われてるから、思わないんでしょうね。こいつバカだな、 C 和夫は頭悪いなって思われてること、わかんないんでしょうね。ダニングクルーガーの手本、愚民に我は理解できないとか思っちゃってるのに、いやいや、あなたがバカなだけですね。バカじゃないと左翼なんかやってられませんけどもね。 C 和夫は戦争前夜にさせんなとか、バカにふさわしいお前ごとほざいてますけれども、旧中国共産党10年で核弾頭3倍増900発にするとかほざいておりました。どうだ怖いか。すでに戦争前夜ももう明ける頃、明け方の感ありますね。ネットの反応です。日本も核武装しようぜ、また始まった。3倍増しても9000発持ってるアメちゃんの10分の1なんだが、軍部が欲しがってそれ制止できないということは内戦が近いのか。これでも話し合いとかでって言ってるバカがいるんだよな。冷静に考えて人類の敵と。中国共産党からの情報なんで嘘かもしれません。ロシアのやられ方見て怖くなって米軍との対立激化を視野にって記事にありましたけれども、現在300発の人民軍がね、9000発の米軍と本気でやり合う気なのかな。はったり臭いな。救助を生かした外交で戦争回避って、パヨの主張、共産党なんですけど、主に共産党の主張がどんなに実現困難でありえないことかよくわかりますよね。話は無駄。我が国も早くスパイ防止法、欲しいですね。それでスパイ減らした方が早く会見できるでしょ。急がば回れ、という感じでね。テレビ事業新規参入を許して民放50チャンネル実現もよろしくです。今技術的に民放50チャンネルに増やせるそうです。これでだいぶですね、テレビの世論操作ができなくなるので、急がば回れ。戦争前夜どころかもう戦争始まってますんで、救助をなんでかんで廃止したい。そのためにはスパイ募集が必要だし、テレビを声でかくさせない、チャンネル増やして、いっぱい増やして、っていうのが必要だな、急がば回れと私は思っております。NHK が報道するまで NHK スクランブルでも、やりますんで、次回また計画しますんで、ご参加よろしく、お願いいたします。デトックスジャパン。